後ろ足がありません。これどうして後ろ足が？後ろ足は骨折して断脚しました。はい、骨折、ね。骨折しました。いてててて。見て、ここにさ、ここに置くね。なんだ。そっかそっか。それさ、冷たくからさ、勉強できるんで、やめてくれるワンちゃんじゃなくて猫ちゃんを撮れるんじゃないかなって。はい。それで。それで。写真がやっぱ欲しかった。かっこいいと思うんですよね。あの写真。この子で撮ったら。なるほど。そう。この子で撮ったら可愛いという理由は。このイケメンプリを見てくださいよ。イケメンですか。かっこいいですよ。
新州欲しいわ。あ、この上向いてるのもいいな。かわいい。味がある顔ですね。ちょっと理由に変わる。ふてふてしい顔してる。少しの時間でこんな表情いろいろ撮れるんですね。すごい。僕イケメンですって言った。いけると思った。いけますね。うん、何そっかそっかねえ、うん、ちゃんポイントはどこですか。ソックスくんのわーここのムニムニしてる、あ、ムニムニがここです。そこかわいいですよね。あと目もパッチリしてるし、まん丸お目目です。いざとなったらチュールが、チュールが待っていますわー。頑張った。今日のソックスくん見ててどうでした。頑張ってましたね。とても頑張ってました。お利口でしたよ。お利口でした。猫ちゃんもいけるんですね。いけますね。でもおとなしい子じゃないと。あ、やっぱりね、大変かも。はい、ありがとうございます。はい、頑張りました。絵みたいなお写真、すごく繊細な。秘密を教えてくださいよ。秘密ですか。そうですね、まあ、もともと私がそのウェディングを中心に、まあ、フォトグラファーをずっと二十数年やってるんですけど、まあ、やっぱり一つは光の使い方ですかね。そうですね、あとはその撮った後 の若干の編集作業みたいなところで絵画調に仕上げてるっていうところがありますかね。まだやっぱお父さんの方が上手いですか。負けてないとは思うんですけど。どうですか。そうですね、ここでは勝ってるって思います。やっぱ僕の作風とかは結構なんていうか、動きの中の一瞬を捉えるので、結構ワンちゃんの表情を、結構個性あふれる表情をフォーカスして撮影してるので、結構なんていうんですかね、受けがいいというか、はい、お客さんから見て結構、あ、うちの子こんな表情もできるんだっていうのは結構僕の方が強みなのかなっていうのはありますね。まあでもね、こうお互いにこう海外のフォトコンペ、フォトコンテストみたいなのにチャレンジして、まあ、学ばせてもらってるんですけど、直近のでいくと彼が1位で僕2位3位とか、超えちゃったんですよ。世界で？あ、そうですそうです。すごいじゃないですか。これ、これがその1位と取ったやつなんですけど、あ、表情ですね。はい、そうですそうです。へえ、世界一。そうですね。おー、すごい。ありがとうございます。世界一の人がここにいるとは。はい、2位3位はお父さん。そうですね。その前の回の時は僕1位取ったんですけど。あ、そうですか。この駅のねきさんで、まあその松山北条動物クリニックさんと、連携させていただいた撮影会を毎月開催させていただいてますんで、まあ、そちらの方にお越しいただければ撮影をさせていただきますので、クリニックさんの方にご連絡いただけたらと思います。笑っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。
JR の北条駅から歩いて3分、お気軽にどうぞ。さてそのお隣に、この4月9日オープン、ドッグサロンラシクラをご紹介。いよいよラシクラがオープンしますが、今どんなお気持ちですか？いよいよ初めの立ち上がりから見てきてるので、もう怒涛のような日々でしたが、いよいよかっていういよいよかですね、はい、ラシクラっていうのはどういう意味なんですか？らしく暮らすのちょっとこう短くした名前になるんですけども、その子がこうその子らしくで豊かに暮らせるように、まあ、トリミングがこう特別な日ではなくって日常であるように、はい、願いを込めて、はい、どんな場所にしたいですか？これからここに来たいな、ここに来るのは楽しみだなっていう風に、まあ、飼い主さんとこう喜んで来てもらえるような、ここに来ると嬉しそうなのよねとかって言ってくれるような場所にしたいなっていうのと、でやっぱり緊張する子とか、まあ、本当にいろんな子が来ると思うんですけども、その子たちにも安心して預けてもらえるような場所にはしていきたいなと思います。設計から携わられたということですが、はい、こだわりのポイントを教えてください。やはり木造建築っていうところが本当にふんだんにヒノキだとか杉の木っていうのを使ってくださって、で素材とかも土壁ですとか本当に貴重なものを使ってくださったりとか、あとはドクランも併設されていたりとか、本当にワンちゃんにとっても人にとってもリラックスできる場所だったりとか、あとは、まあ、ケージの中が苦手な子とかには外で待ってる場所だったりとかも作ってあげたり、あとは裏にドッグランとかも作ってたりするので、まあ、トリミング終わってからちょっとおトイレに行ったり気分転換に行ったりっていう風なところも、作りました。これからが楽しみなラシクラサロンですが、こんなワンちゃん来てくださいみたいなウェルカムメッセージをください。ウェルカムメッセージ、はい、母体がクリニック、松山北条動物クリニックっていうのが母体になるんですけれども、そこにはシニアさんとか体調に不安な子とかが、まあ、中心でお手入れだったりトリミングっていうのをさせていただくんですけれども、ラシクラサロンというのは本当に元気なパピーさんからシニアさんを受け入れられるような場所にしていきたいと思いますので、はい、元気な子たちはぜひぜひいらしていただければと思います。わかりました。スタッフルームも素敵でした。はい、デスクワークもできるし、まあ、なんなら寝ることもできるっていう大工の菅さんのこだわりで作ってくださったスタッフルーム で子育て世代のスタッフもいるんですけれども、そういうスタッフにも安心してもらえるようなスタッフルームになっています。ワンちゃんへの思いぬくもりいっぱいのドッグサロンラシクラ、これからが楽しみです。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。